デュケは、フランス、奥下にー地域圏、オートイコールピレネー圏のコミューン、オートイコールピレネー圏内における位置。デュケは、他の4コミューンと同様に、周囲をピレネーアトランティック圏に囲まれた、オートイコールピレネー圏の飛び地である。気候は、約 150km 西に離れた、大西洋の影響で温帯の海洋性気候である。 ピレネー山脈と町が近接しているため、フェーン現象が起きる。たとえ通常は起こり得ない場合、冬に雪が見られても発生する。コミューンには、県道807号線が通る。ミシェル・グロクロードとジャン・フランソワルナイルが編纂した、オートイコール・ピレネー県のコミューン地名辞典が、主な情報源となって、村の歴史的な地名の報告をしている。語源は、ラテン語で、 森や林を意味する、ルカスに、指障子のマイナスイテムがついたものである。リュケのナポレオン地籍の地図は、県の公文書サイトにて調べることが可能である。参照元1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をするものの重複文を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、 イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。